さまざまな形で私たちの生活を支え、時に心の安らぎやワクワク、ひらめきを与えてくれる海。そんな海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げるのが海と日本プロジェクト。今回は海と日本プロジェクトの活動を通して生活が大きく変わった、そんな人をご紹介します。私の仕事、そして私のふるさとでもあるこの大社町の海というものがですね、やはり時の変化にと同様にですね、海の方も変化していきました。出雲市で水産加工業を営んでおられる山崎さん、仕事を通して漁獲量の減少や漂着ごみの増加に懸念をしていた時期に、海と日本プロジェクト推進パートナーに登録されたのが変化のきっかけです。このふるさとの海をですね、何かですね、一つ、社会貢献ではないですができないかなと思いまして、ブルーブリッジ島のですね、実行委員長として手を挙げさせていただいたのが始まりです。2019年に発足したブルーブリッジ島根プロジェクトは、海と日本プロジェクトの一環として海ごみ対策を進める活動で、山崎さんはその実行委員長に就任されました。就任以降は海ごみを拾うイベントやキャンペーンを行うほか、ブームアップの一環として出雲大社の御本殿を含む県内の主要施設をブルーにライトアップするなど、みんなで美しい海を守ろうというメッセージを発信し続けてきました。イベントだから参加したとかですね、そういった方もいらっしゃると思うんですけど、その方々の意識は確実に変わったと思いますし、何か一回ですね、そういったゴミ拾いなどの経験があれば、海に対しての環境の、配慮であったり、そういった意識が高まってきたことが、このブルーブリッジ島根の一つの成果だというふうに思っております。一人の小さなアクションが大きなアクションの輪を生む。そうすることで、この美しい海を後世へ残すことができるんでしょうね。海と日本。